将棋界、将棋界、機会は、将棋をめぐって、プロの騎士やアマチュア選手、将棋ファン、相手や業界関係者などで構成する、社会領域。日本将棋連盟が、その層本山である。将棋のプロは、次の二つに大別される。また、女流騎士は、次の三つに分かれている。過去に、北尾まどかが2009年6月15日に、ルプスサを大会して、 フリーの女流騎士、ついで、日本将棋連盟の客員女流騎士となり、2011年4月1日に、日本将棋連盟所属の女流騎士に復帰した例が、日本将棋連盟の客員女流騎士の該当者は、北尾のみ、北尾まどか記歴を参照。女性が、新進騎士奨励会に入会して、騎士を目指す例もあるが、今日まで四段商段に至ったものはなく、女性の、 騎士は誕生していない。よって、女流騎士との区別を分かりやすくする意味で、騎士のことを男性騎士と呼ぶことがある。プロ将棋の公式棋戦には、タイトル戦とタイトル戦以外の一般棋戦、優勝棋戦などとも呼ばれるがあり、いずれも一年周期で行われる。一般棋戦の中には選抜された12名で行われる、将棋日本シリーズ、26歳以下かつ6段以下の、 騎ががが参加するる。のの新人王戦など、出場条件が限られたものがある現在タイトル戦は、竜王戦、名人戦、明王戦、王位戦、王座戦、紀王戦、王将戦、棋聖戦の八つが行われている。タイトル戦には、名人戦の予選にあたる、順位戦を除き原則騎士全員が参加する。中には、騎士以外でも出場できるものがあり、竜王戦、明王戦、 企業戦には、女流騎士とアマチュアの両方、王位戦、王座戦、棋聖戦には、女流騎士の出場枠がある。女性のみ参加できる棋戦は、女流棋戦と呼ばれ、6つの女流タイトル戦、マイナビ女子オープン、女流王座戦、女流名人戦、女流王位戦、女流王将戦、倉敷東下戦と、一般棋戦がある。これらの棋戦には、女流騎士の他に、 女流騎士ではない奨励会所属の女性騎士も参加できる。八つのタイトル戦の中でも、竜王戦と名人戦は特に重要視される。獲得賞金と対局量の合計額による騎士のランキングは毎年獲得賞金対局量ベスト20として翌年に日本将棋連盟から発表される。4月から3月の年度区切りではなく、 1>, 1月から12月までの集計である。なお集計のタイミングは実際に賞金が支払われる時期を基準とするため、竜王戦のタイトル戦のように、対局は年末、賞金の支払いは年明けとなる場合、ランキングでは翌年の集計に反映される。タイトルホルダー、既選優勝者のほか、順位戦 A 級の棋士が上位になりやすい。また竜王戦は、 賞金額が高く、竜王保持者は、もちろんのこと、タイトル戦の敗者も上位になりやすい。このランキングは、翌年のいくつかの棋戦への出場権に関係する。JT 将棋日本シリーズでは2006年に、出場枠の規定が変更され、獲得賞金、対局量ランキングでの順位が、出場権に反映されるようになった、従来は、順位戦の順位。また、 2007年から2012年まで行われた大和賞券ハイネット将棋最強戦の出場権もこのランキングに関係していた。以前は対局量とは別に順位戦のクラスによって決まる基本級もあった。基本級は名人が最も高く A 級、B 級一組、B 級二組、C 級一組、C 級二組と下がるごとに 一つ上位の7割前後が基本給となっていた。また、棋士は厚生年金に加入していた。2011年3月4日に日本将棋連盟が公益社団法人化されると、基本給は原則廃止され、対局料、賞金、そして、将棋普及活動への報酬に回された。また、夏と冬の特別手当、賞与も廃止され、厚生年金も脱退した。 基本給、賞与、厚生年金保険料負担は公益社団法人に禁止されている特別の利益に該当するとされたためである。しかし、多くの棋戦はトーナメント方式なのに対し、リーグ戦方式で対局数が保証されている順位戦の対局量は今なお基本給的性格を持っている。また、各棋戦ごとに参加保証金が設定されており、現在は、 基本級に変わるものとして支給されている。序・中盤の少しの差が勝負に直結することの多いプロの将棋においては、先手が有利、後手が不利なものであるとされてきた。実際、日本将棋連盟が公式戦の統計を取り始めた1967年度以降、41年連続で先手番が後手つに勝ち越していた。象徴的なのは、羽生ヨシが、 初タイトル、竜王を獲得した1989年度に、先手番での勝率が9割を超えたことである。29勝2敗で0.935。また、相矢倉は微差ながらも先手有利という見解が、大勢を占め始めた2000年頃から、谷川康二は後哲外の時にあまり矢倉を指さなく、なった。ところが、2008年度は初めて後、哲外が、先手番に勝ち越し、 それまでのプロ機会の常識が覆った。これは、勝率が低かった後哲いにおける、普通の振り飛車が減ったことや、四手目三、三角戦法の流行、五期源中飛車と、横太り八五飛戦法の校長、及び後哲い一手損角代わりの大流行、など、複合的な要因があったとされる。しかし、翌年以降は再び先手番の勝ち越しが続いている。 これらの統計は全プロ騎士を対象としたものであり、上位騎士同士の対局や持ち時間の長い対局だけに、限れば、技術と時間の面で、先手の利を生かしやすいため、さらに先手の勝率は上昇する。将棋のアマチュア棋戦を参照。コンピュータ将棋の力は、年々高まっており、すでにアマチュアのトップレベルは愚か、2015年頃には、 トッププロですら一部の対策が効く場合があるのを除けば惨敗をキスするレベルに至っている。詳細はコンピュータ将棋を参照。毎年3月初旬頃の A 級順位戦の最終局5局が同日に開催されるが行われる日を俗に将棋界の一番長い日と呼ぶ。約1年間。 厳密には6月開幕なので、約9ヶ月強かけて行われた A 級順位戦リーグの最終日であり、名人挑戦者と2名の高級者が確定する可能性が高い。すでに挑戦者や陥落者が決まっていることもあることや、大山康春、中原誠など、現役晩年の名人経験者の陥落がかかっている場合は、負けたら引退かという状況になることもあるため、 プロ騎士をはじめとする将棋界からの注目が高くなる。当日は NHKBS プレミアム2011年までは NHK 衛星第2テレビジョン BS2 で中継が行われていたが2013年はスカパーの以後、将棋チャンネル BS スカパー、スカちゃんに移情して全体局の完全ノーカット実況が実施された。同年から2015年を除くは ニコニコ生放送、2017年からは、アベマ TV 将棋チャンネルでも、全対局の完全制中が行われている。基本的に、最終局は、通常の対局同様に、東京、将棋会館で行われるのが普通だが、2014年2018年には、東京を離れ、静岡市の不月楼で対局が実施されたことがあり、その際は特に、名人戦、 大霊局という別称が完成られた。2019年も、不月労での実施が予定されており、今後高齢化する見込みである。なお、この最終一斉対局で決着がつかないケースがあり、プレイオフに持ち込まれる場合がある。特に2018年のものは、史上最多の6社によるプレイオフとなったため、実際の決着は3週間後となって、将棋界の一番長い日ならぬ。 将棋界の一番長い月となった詳細は順位戦エピソード及び第76期準位戦を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。